願いします。みんなから何て呼ばれてますか？レンです。はい。特技は？バスケです。実は私、〇〇なんです。実は私、優しいです。第一印象でよく〇〇と言われます。大人だね。ホッとする瞬間はどんな時ですか？ホッとする瞬間は？ホッとする時？クッションに座った時。自分へのご褒美は？自分へのご褒美、美味しいご飯食べること。自分の性格を一言で言うと？せっかち。チャームポイントはどこですか？顔。できますと答えてね。具体的に顔のどこですか？全部。最近笑ったこと？最近笑ったこと、いつも。最近泣いたこと？ない。マイブーム？マイブーム、ネットフリックス。休日の過ごし方？ネットリックス。永遠のライバルはいますか？自分。好きなもの？美容グッズ。特に好きなもの？美顔器。嫌いなもの？トマト。じゃあ続いてサッカーのことに入ります。サッカーを始めたきっかけは？友達に誘われて。何歳で始めましたか？小1って何歳？7歳。子供の頃のあだ名は？レ。子供の頃のポジションは？フォワードとミッドフィルダー。子供の頃どんな選手だった？フォワードの時はゴリゴリで、中盤の時はファサ。プロを目指し始めたのはいつでしたか？小学6年生、いや、中学校入ってから。サッカー人生で一番嬉しかった試合は？やっぱ J 初ゴール決めた時です。サッカー人生で一番悔しかった試合は？スタメンデビューの時です。金沢戦。サッカーに対しての自分の武器は？武器、アグレッシブさ。これから伸ばしていきたい自分の課題？アグレッシブさをもっともっともっとすることと、やっぱ得点奪うこと。プロになって驚いたことは？みんな怖いと思ってたけど、意外にみんな優しかったことです。栃木 SC のクラブマスコット、トッキーについて。かわいい。グリスタのいいところ？サポーター観客席とのとし、グラウンドの距離が近いことで。いっぱい勝つので、よろしくお願いします。